これ AV だよ。AV の撮影だよ、これ。顔隠しでやるよ、本当に。マジで。すいません。ハルキズメラバ、エメネです。皆さん、こんにちは。で、前回同様に、本日もエメルをいじめたいと思います。で、本日の企画は、弟にあっち系の撮影依頼が来たら、兄はどうするのか、というものを皆さんと一緒に検証してみたいと思います。で、事前に、マネージャーさんとはちょっと仕組んで、こう、架空のメールを送ってくれたのね。なんか、あっち系の撮影あるから、ちょっと露出多めの撮影、エネスはできるみたいな。なんかギャラもすごく高いから。で、それをエムレの前で話するの。ねえねえ、エムレ、ああいう撮影入ったんだけどどうかなって。で、話してみて、エムレは止めるかどうかをちょっと見ていきたいと思います。で、エムレもうすぐ来るから、動画の準備してるって言って、ちょっとカメラオフの設定で撮っていきたいと思います。皆さんと一緒に見ていきましょう。エムレ、あの動画撮ろうよ、今。空いてる時間に。オッケー。ちょっと待って、でも俺。ちょっと髪型とか、ちゃんと。設定して、はい、いつもお前髪がダメだったとか言うから大丈夫でしょ。みんなはね、どんな M レでもどんな N レでも気に入ってくれる。今日は日本と海外の違い取るから考えた。あと、あ、そっ、俺みたいな、そっちって言ってたろお前、なんで。あ、オッケー。検証はまた後で。日本と海外の違い、あ、でも、あ、そうだ、あれ言おうと思ってた。動画の前にさ、うん、さっきマネージャーから連絡来てさ、うん、なんかめっちゃギャラがいい。俺来てないよ。いや、個人で来たの。なんかめっちゃギャラがいい仕事で、ちょっとエムレ、ちょっと兄として聞きたかったの、やっていいかなみたいな。うん、見して。もうこんな内容でどうかな、これ。エネス、お疲れ様。来週はこれで撮影入ったんだけどさ、今回の撮影は少し露出が多いんだけど、できる。何、露出って。なんか露出が多いって、俺もよくわかんないけど、体を見せる系の撮影じゃない。結構ヌー系とかが出る、これ。でもね、共演する女優がめっちゃ綺麗って、どういうこと。女優と共演、よくね、綺麗なお姉さんと共演できるかもよ。いや、これあっちだよ。しかもギャラが30万円、2時間で。2時間で30万はいいんだけど、これ AV だよ。いや、AV じゃないよ。AV の撮影だよ、これ。なわけないだろ、露出多いって言ってるだけじゃん、お前。脱ぐ系のやつなんで AV になるんだよ。いくら2時間30万でも、いや、お前 AV だよ、ふざけんな。なわけねえだろ、どこが AV なんだよ、お前。脱ぐ系の撮影。お前だって脱ぐ撮影してるだろ、いつも。綺麗な女優と。せっかくチャンス来たんだからさ。綺麗なセクシー女優と。とか言ってるから、もうおかしいだろ、お前。AV だから、俺は関係ない。それ、下着の撮影とかは違うだろ、女優と。いや、下着の撮影かもしれないじゃん。いや、女優じゃない、モデルだ。そしたらモデルになるじゃん。綺麗なモデルさんと撮影じゃん。でもこれ、いや、女優だろ。女優はモデルじゃないんだって。女優っていうのは AV 女優のことなんだ、バカ。話を分かれ、お前は。いや、俺はこれやるよ、本当に。マネージャーさんも、エネスのキャリア的にいい感じになるって言ってた。いや、バカだよ。お前のキャリアも何もねえよ。お前のキャリア壊れるよ、いや、AV ではない。いや、普通に AV だから。なわけねえだろ、お前。お前2時間30万の AV あんの。いや、だからお前、いや、仮にお前にこの案件来た、お前嫉妬してんだろ。お前に来てないからこの案件嫉妬してんだろ。なわけねえだろ。いや、お前に来てたらやるだろ。30万だよ、2時間で。2時間で30万だよ。いや、2時間30万じゃない。お前のキャリアも何もなくなるから、これやったら。お前嫉妬してるだけだろ。嫉妬してねえ、ねっ、いや、バカン。嫉妬するわけねえだろ、お前。お前のキャリアのために考えてんの。お前これやった瞬間もう何も仕事できない。お前言っただろ、お前。来る仕事は全部受け止めろって。いや、俺らはモデル、タレントなの。タレントじゃ、女優さんと一緒に共演。女優ってこういう、わかるだろ、この書き方見ればわかるだろ、これ AV 撮影なの、これは。バカなの、お前は。いや、AV なわけないだろ、お前。とりあえず現場行って怪しそうだったら。現場とか、お前これ OK して。怪し、いや、もう OK 出しちゃったし。スチャラマーズのバッグ、いや、スケジュールももう設定して女優さんにも OK 取ったから。いや、ふざけんな、そんなことないから。俺電話するから、マネージャーに。いやいや、電話とかじゃないから。いや、やめろ、お前。俺の仕事だから、お前。いいから。俺の人生に頭出すな。お前はね、こういう仕事すると俺にも影響出るし、お前のキャリアも俺考えないといけない。お前のお兄ちゃんだから、大事なアービーネーム分かる。いや、そういう問題じゃない。そういう問題だから、これはそういう問題なの。俺にも聞くし、親にも。お前、親とかどうすんの、そういえば。じゃあ、ね、顔はなんかモザイクかかるらしい。なわけないだろ、お前。30万2時間でもらって顔隠すわけねえだろ、お前。ふざけんなよ、お前。俺のさ、可能性を止めるな、お前。お前の可能性も何もない。 AV 撮影出て何の可能性があるんだよ、お前には。とりあえず俺この撮影絶対行くから。いや、俺はね、お兄ちゃんとしてお前のね、キャリアを守っていかないといけないの、わかる。成人したからぜひやってみてって言われたの。この前20歳になったから NS もうできるねみたいな、前から言おうと思ってたけど。じゃあやめろ、お前、本当にね。おい、ちょっと毒もかな。
いやお前何が何だろう、俺行くから。もしもし。あ、ごめんね、お疲れ様。はい、お疲れ様です。NS にさ、なんか LINE した？仕事案件。うん。いや、うん、どういうの？自分もちょっと聞きたくて、直接。どんな感じ？セクシーなんか女優と一緒にギャラ30万2時間でってどういうこと？下着とかじゃないよね。ね、イチャイチャってどういうこと？どんなイチャイチャするの？僕が話しておくんで。いい、触るな。いや、AV じゃん、それ。じゃあ、M で勘違いしてるだけですよ。とりあえず明日9時ですね。9時入りで。いや、9時入りとかじゃないから、俺に聞くな。勝手に俺に聞くな。俺入るから。待って、いいから、後で。これちょっと申し訳ないけど、これ多分できない、NS。だって、俺に聞くな。できないじゃない、やるから、俺。おい。まずさ、大丈夫ですよ。本当に。じゃあ待って。まず自分に聞かないで、勝手に NS にこういう案件送るのちょっとどうかなと思って。今まで聞いてきたじゃん、全部。なんで、今回。いや、NS。いや、20になったけど、20になってもさ、だって、そもそもさ、あんたがさ、ね、自分らの今までのキャリアを作ってきてさ、今後もさ、なんか、もう方向性決まってるわけじゃん。なんでいきなりこういうさ、方向性に移すの、NS を。お前、もう遅いから、時間。いや、いいから。これ嘘か本当かもわかんないけど、本当だとしてもこれ、俺、許さないし、たとえ NS にこの案件あげて決まったとしたら、俺、事務所辞めるから、絶対に。いや、だからもう決まった。明日、9時入り。やるから、俺。いや、あ、本当に辞めるから、事務所。で、マジで話したい、おい。マジで一回変わって一回。あ、もしもし。さん、もし出なかった場合ってさ、なんか違反金とかあったっけこれ。自分都合のキャンセルは違反金1000万円あ、なわけねえだろ。なるほど。じゃあなわけねえだろ、お前。30万ギャラのやつ、なんで1000万円も違反金あんだよ。ね、プロデューサーはバカにしてんだか。絶対立て替えられないって、他の人に。そっか、サインもしちゃったしね。いや、おかしいから。じゃあ、エムレの言うことはあんま気にしなくていいから、明日はじゃあ9時で、また、そのスタジオ前で。セネンマネジルンです。テレフォルンです。じゃあ、おかしいんだってやってることが、は？じゃあ、わかったから。いや、わかったじゃない、お前は黙れ。とりあえず、ちょっと今話したくないんで、はい、またちょっと明日連絡する。とりあえず NS 来ないから、明日それだけわかっといて。うん。絶対行かないから。うん。違反金とかどうでもいい。そんなまずね、2時間30万のよ。仕事で、違反金1000万もありえないから、それ多分あんたがおかしいか、こいつがなんかおかしいか、うん、とりあえず NS 明日来ないから。はい、お疲れ様。はい、失礼かったから。とりあえず俺マジで1000万も払えないから、どうする？お父さんに1000万も払えないんだったら最初からこういう契約するな。ちゃんと読め契約書。お父さんに頼む。お父さんに頼んでみ。 AV の撮影キャンセルしたいから1000万ちょうだい。バカか、お前。ぶっ飛ばされるからな。顔隠しでやるよ、本当に、マジ。いや、俺もなんかそう言われるとやりたくないけど、契約もサインしちゃったし。払えんのかよ、じゃあお前。払えるからじゃない、お前もう今日マジで家来なくていいから。もう一緒に住めない、こんなことやると。お前と俺さ、グループでやってるわけじゃん。二人グループ、わかる？いや、俺はもうこっち系の道へ進むから。じゃあやって。そしたらもう違反金払えねえんだもんだって。しょうがねえだろ。そしたらもう別れよ、違反金。そしたらお前なんで契約するんだよ、バカみたいな仕事に。じゃあまあもう本当に俺が出ていくか、お前が出ていくかにして。とりあえず今日俺出ていくから、お前もう頭冷やして。いや、絶対お前でも明日行ったらマジで事務所も辞めるし、マジで事務所辞めるから。そしてお前とももう二度と会わないし、家も出ていって、分かった？お父さんから金借りるなりなんかするなり知らないけど、俺もう関係ないから、お前とは。じゃあ1000万貸して。1000万マジでやんないから、本当に。すみません。分かったからやめろ。やべえ、あいつガチで、まさか俺絶対信じねえと思ってたのにさ、結構ガチで信じたよあいつ。やっば、やっば。まあ、確かにちょっと30万の仕事で1000万の違反金はやばいね。まあとりあえずちょっとさすがにネタバレしてするので、ちょっと呼んでいきます。ちょっと待って、マジで家出るからあいつ。ちょっと待ってください。いやいや、マジで触るな、俺に触るな。じゃあドッキリだったから。ドッキリな、ドッキリ、マジでドッキリ。こういうドッキリやって、触るな。ほらカメラ回ってるから。ごめんなさい。あ、でも本当に嬉しかった。いや、嬉しかったじゃなくて、たとえ本当にこういうことあったとしても、自分に聞かないでこういうことしないでしょ。でも顔出しじゃないなら OK か。冗談冗談。ってことで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。もっともっとエムルのこういう姿見たい方はコメント欄で教えてください。これからもどんどんエムルをいじめていきたいと思います。いや、自分もいつかやるからね。いじめていきますよ。持ってよ、もっと。エンディング取る気になんないんでね。え、いや
で今日エムレちょっとエンディング乗れないみたいだから、もうあの2人のあのエンディングのシーンに移そう。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。皆さんごめんなさいね、ありがとう、本当に申し訳ない。じゃあエンディングスタート。コメント欄全部読みますのでお願いいたします。あといいねボタン押してください。チャンネル登録もまだの方、これからいろんなジャンルの動画出していきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。本日もありがとうございます。ありがとうございます。